主はまたモーセに言われた。アロンの子なる祭司たちに告げて言いなさい。民のうちの死人のために身を汚す者があってはならない。ただし近親の者、すなわち父、母、息子、娘、兄弟のため、また彼の近親でまだ夫のない処女なる姉妹のためにはその身を汚してもよい。しかし夫に嫁いだ姉妹のためには身を汚してはならない。彼らは頭の頂きを剃ってはならない。髭の両端を剃り落としてはならない。また身に傷をつけてはならない。彼らは神に対して聖でなければならない。また神の名を汚してはならない。彼らは主への火による犠牲、すなわち神の食物を捧げるものであるから聖でなければならない。彼らは遊女や汚れた女をめとってはならない。また夫に出された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖なるものだからである。あなたは彼を聖としなければならない。彼はあなたの神の食物を捧げるものだからである。彼はあなたにとって聖なるものでなければならない。あなた方を聖とする主、すなわち私は聖なるものだからである。祭司の娘である者が淫行をなしてその身を汚すならば、その父を汚すのであるから、彼女を火で焼かなければならない。その兄弟のうち頭に注ぎ油を注がれ、職に任じられてその衣服をつけ大祭司となった者は、その髪の毛を乱してはならない。またその衣服を裂いてはならない。死人のところに入ってはならない。また父のためにも母のためにも身を汚してはならない。また聖女から出てはならない。神の聖女を汚してはならない。その神の注ぎ油による性別が彼の上にあるからである。私は主である。彼は処女を妻にめとらなければならない。やもめ、出された女、汚れた女、遊女などをめとってはならない。ただ自分の民のうちの処女を妻にめとらなければならない。そうすれば彼は民のうちに自分の子孫を汚すことはない。私は彼を性別する主だからである。主はまたモーセに言われた。アロンに告げて言いなさい。あなたの世々の子孫で誰でも身に傷のある者は近寄って神の食物を捧げてはならない。すべてその身に傷のある者は近寄ってはならない。すなわち目の見えない者、足の不自由な者、鼻の欠けた者、手足の不釣り合いの者、足の折れた者、手の折れた者、背中の曲がった者、背のごく低い者、目に傷のある者、回線の者、かさぶたのある者、睾丸の潰れた者などである。すべて祭司アロンの子孫のうち、身に傷のある者は近寄って、主への火による犠牲を捧げてはならない。彼は身に傷があるから、神の食物を捧げるために近寄ってはならない。彼は神の食物の聖なるものも、最も聖なるものも食べることができる。ただし、垂れ幕に近づいてはならない。また、祭壇に近寄ってはならない。身に傷があるからである。彼は私の聖女を汚してはならない。私はそれを性別する主である。モーセはこれをアロンとその子らおよびイスラエルのすべての人々に告げた。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちに告げて、イスラエルの人々の聖なるもの、すなわち彼らが私に捧げるものをみだりに用いて、私の聖なる名を汚さないようにさせなさい。私は主である。彼らに言いなさい。あなた方の世々の子孫のうち誰でもイスラエルの人々が主に捧げる聖なるものに汚れた身をもって近づくものがあれば、
その人は私の前から断たれるであろう。私は主である。アロンの子孫のうち誰でもサラートの患者また流出のあるものは清くなるまで聖なるものを食べてはならない。またすべて死体によって汚れたものに触れたもの、精を漏らしたもの、またはすべて人を汚す這うものに触れたもの、またはどのような汚れにせよ人を汚れさせる人に触れたもの、このようなものに触れた人は夕方まで汚れるであろう。彼はその身を水にすすがないならば聖なるものを食べてはならない。日がいれば彼は清くなるであろう。その後聖なるものを食べることができる。それは彼の食物だからである。自然に死んだものまたは先殺されたものを食べ、それによって身を汚してはならない。私は主である。それゆえに彼らは私の言いつけを守らなければならない。彼らがこれを汚し、これがために罪を得て死ぬことのないためである。私は彼らを性別する主である。すべて一般の人は聖なるものを食べてはならない。祭司の同居人や雇い人も聖なるものを食べてはならない。しかし祭司が金を持って人を買ったときは、そのものはこれを食べることができる。またその家に生まれたものも祭司の食物を食べることができる。もし祭司の娘が一般の人に嫁いだならば、彼女は聖なる供え物を食べてはならない。もし祭司の娘がやもめとなり、または出されて子供もなくその父の家に帰り、娘の時のようであれば、その父の食物を食べることができる。ただし一般の人はすべてこれを食べてはならない。もし人が誤って聖なるものを食べるならば、それにその5分の1を加え、聖なるものとしてこれを祭司に渡さなければならない。祭司はイスラエルの人々が主に捧げる聖なるものを汚してはならない。人々が聖なるものを食べてその罪の咎を負わないようにさせなければならない。私は彼らを性別する主である。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちおよびイスラエルのすべての人々に言いなさい。イスラエルの家の者またはイスラエルによる他国人のうちの誰でも、誓願の供え物または自発の供え物を全焼の犠牲として主に捧げようとするならば、あなた方の受け入れられるように牛、羊、あるいはヤギのオスの全きものを捧げなければならない。すべて傷のあるものは捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。もし人が特別の誓願をなすためまたは自発の供え物のために牛または羊を和解の犠牲として主に捧げようとするならば、その受け入れられるためにそれは全きものでなければならない。それにはどんな傷もあってはならない。すなわち獣のうちで目の見えないもの、折れたところのあるもの、切り取ったところのあるもの、産みの出るもの、海鮮のもの、かさぶたのあるものなど、あなた方はこのようなものを主に捧げてはならない。また祭壇の上にこれらを火による犠牲として主に捧げてはならない。牛あるいは羊で足の長すぎるものまたは短すぎるものは、あなた方が自発の供え物とすることはできるが、誓願の供え物としては受け入れられないであろう。あなた方は睾丸の破れたもの、潰れたもの、裂けたもの、または切り取られたものを主に捧げてはならない。またあなた方の国のうちでこのようなことを行ってはならない。またあなた方は異邦人の手からこれらのものを受けて、あなた方の神の食物として捧げてはならない。これらのものには欠点があり、傷があって、あなた方のために受け入れられないからである。主はまたモーセに言われた。牛または羊またはヤギが生まれたならば、これを7日の間その母親のもとに置かなければならない。8日目からは主に捧げる
火による犠牲として受け入れられるであろう。あなた方は雌牛または雌羊をその子と同じ日にほふってはならない。あなた方が感謝の犠牲を主に捧げるときは、あなた方の受け入れられるように捧げなければならない。これはその日のうちに食べなければならない。あくる日まで残しておいてはならない。私は主である。あなた方は私の戒めを守り、これを行わなければならない。私は主である。あなた方は私の聖なる名を汚してはならない。かえって私はイスラエルの人々のうちに聖とされなければならない。私はあなた方を聖別する主である。あなた方の神となるためにあなた方をエジプトの国から導き出したものである。私は主である。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方が触れ示して聖会とすべき主の定めの祭りは次の通りである。これらは私の定めの祭りである。6日の間は仕事をしなければならない。第7日は全き休みの安息日であり、聖会である。どのような仕事もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて守るべき主の安息日である。その時々にあなた方が触れ示すべき主の定めの祭りなる聖会は次の通りである。正月の14日の夕方は主の杉越の祭りである。またその月の15日は主の種入れぬパンの祭りである。あなた方は7日の間は種入れぬパンを食べなければならない。その初めの日に聖会を開かなければならない。どんな労働もしてはならない。あなた方は7日の間、主への火による犠牲を捧げなければならない。第7日にはまた聖会を開き、どのような労働もしてはならない。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。私が与える地に入って穀物を借り入れるとき、あなた方は穀物の初穂の束を祭司のところへ携えてこなければならない。彼はあなた方の受け入れられるようにその束を主の前に揺り動かすであろう。すなわち祭司は安息日の翌日にこれを揺り動かすであろう。またその束を揺り動かす日に一歳のオスの子羊の全きものを全焼の犠牲として主に捧げなければならない。その穀物の犠牲には油を混ぜた麦粉十分の二エパを用い、これを主に捧げて火による犠牲とし、香ばしい香りとしなければならない。また注ぎの犠牲にはブドウ酒一品の四分の一を用いなければならない。あなた方の神にこの供え物を捧げるその日まで、あなた方はパンも焼き麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて、よよ長く守るべき定めである。また安息日の翌日、すなわち奉献物の束を捧げた日から満7週を数えなければならない。すなわち第7の安息日の翌日までに50日を数えて新穀の穀物の犠牲を主に捧げなければならない。またあなた方の住まいから10分の2エパの麦粉に種を入れて焼いたパン2個を携えてきて奉献物としなければならない。これは初穂として主に捧げるものである。あなた方はまたパンのほかに一歳の全き子羊7頭と若き雄牛1頭とお羊2頭を捧げなければならない。すなわちこれらをその穀物の犠牲および注ぎの犠牲とともに主に捧げて全焼の犠牲としなければならない。これは主への火による捧げ物であって主に香ばしい香りとなるであろう。また親木1頭を罪のための犠牲として捧げ1歳の子羊2頭を和解の犠牲として捧げなければならない。そして祭司はその初穂のパンとともにこの2頭の子羊を主の前に奉献物として揺り動かさなければならない。
これらは主に捧げる聖なるものであって、祭司のものとなるであろう。あなた方はその日に触れしめして、聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて、よよ長く守るべき定めである。あなた方の地の穀物を借り入れるときは、その借り入れにあたって、畑の隅々まで借り尽くしてはならない。また、あなたの穀物の落ち穂を拾ってはならない。貧しい者と寄留者のためにそれを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。主はまた、モーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。7月1日をあなた方の安息日の日とし、ラッパを吹き鳴らして記念する聖会としなければならない。どのような労働もしてはならない。しかし、主に火による犠牲を捧げなければならない。主はまた、モーセに言われた。特に、その7月の10日は食材の日である。あなた方は聖会を開き、身を悩まし、主への火による犠牲を捧げなければならない。その日には、どのような仕事もしてはならない。これは、あなた方のために、あなた方の神、主の前に、贖いをなすべき食材の日だからである。すべて、その日に身を悩まさない者は、民のうちから断たれるであろう。また、すべて、その日に、どのような仕事をしても、その人を私は民のうちから滅ぼし去るであろう。あなた方はどのような仕事もしてはならない。これはあなた方のすべての住まいにおいて、よよ長く守るべき定めである。これはあなた方の全き休みの安息日である。あなた方は身を悩まさなければならない。またその月の9日の夕方には、その夕方から次の夕方まで、安息を守らなければならない。主はまた、モーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。その7月の15日は、仮用の祭りである。7日の間、主の前にそれを守らなければならない。初めの日に、聖会を開かなければならない。どのような労働もしてはならない。また、7日の間、主に火による犠牲を捧げなければならない。8日目には聖会を開き、主に火による犠牲を捧げなければならない。これは聖会の日であるから、どのような労働もしてはならない。これらは主の定めの祭りであって、あなた方が触れしめして聖会とし、主に火による犠牲、すなわち全焼の犠牲、穀物の犠牲、その他の犠牲、および注ぎの犠牲を、その捧ぐべき日に捧げなければならない。この他に主の安息日があり、また他にあなた方の捧げ物があり、また他にあなた方のもろもろの聖願の供え物があり、またその他にあなた方のもろもろの自発の供え物がある。これらは皆あなた方が主に捧げるものである。あなた方が地の産物を集め終わった時は、7月の15日から7日の間、主の祭りを守らなければならない。すなわち、初めの日にも安息をし、8日目にも安息をしなければならない。初めの日に、美しい木の実と、夏目ヤシの枝と、茂った木の枝と、谷の箱柳の枝を取って、7日の間、あなた方の神、主の前に楽しまなければならない。あなた方は、年に7日の間、主にこの祭りを守らなければならない。これはあなた方のよよ長く守るべき定めであって、7月にこれを守らなければならない。あなた方は7日の間、仮用に住み、イスラエルで生まれた者は皆仮用に住まなければならない。これは私がイスラエルの人々をエジプトの国から導き出したとき、彼らを仮用に住まわせたことをあなた方のよよの子孫に知らせるためである。私はあなた方の神、主である。モーセは主の定めの祭りをイスラエルの人々に告げた。
主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に命じて、オリブを砕いて取った純粋の油を灯火のためにあなたのところへ持ってこさせ、絶えず灯火を灯させなさい。すなわちアロンは会見の幕屋のうちの証の垂れ幕の外で、夕方から朝まで絶えずその灯火を主の前に整えなければならない。これはあなた方がいよいよ長く守るべき定めである。彼は純金の燭台の上にその灯火を絶えず主の前に整えなければならない。あなたは麦粉を取り、それで12個の菓子を焼かなければならない。菓子1個に麦粉1/10エパを用いなければならない。そしてそれを主の前の純金の机の上に1重ね6個ずつ2重ねにして置かなければならない。あなたはまたおのおのの重ねの上に純粋の乳香を置いて、そのパンの記念の分とし、主に捧げて火による犠牲としなければならない。安息日ごとに絶えずこれを主の前に整えなければならない。これはイスラエルの人々の捧ぐべきものであって、永遠の契約である。これはアロンとその子たちのものとなる。彼らはこれを聖なるところで食べなければならない。これは意と聖なるものであって、主への火による捧げ物のうち、彼のものとなるべき永久の分である。イスラエルの女を母とし、エジプト人を父とする一人の者が、イスラエルの人々のうちに出てきて、そのイスラエルの女の産んだ子と、一人のイスラエル人が宿営の中で争いをし、そのイスラエルの女の産んだ子が、主の名を汚して呪ったので、人々は彼をモーセのもとに連れてきた。その母は、ダンの部族のデブリの娘で、名を白見てと言った。人々は彼を閉じ込めておいて、主の示しを受けるのを待っていた。時に主はモーセに言われた。あの呪い事を言った者を宿営の外に引き出し、それを聞いた者に皆手を彼の頭に置かせ、全回収に彼を石で打たせなさい。あなたはまたイスラエルの人々に言いなさい。誰でもその神を呪う者はその罪を負わなければならない。主の名を汚す者は必ず殺されるであろう。全回収は必ず彼を石で打たなければならない。他国の者でも、この国に生まれた者でも、主の名を汚すときは殺されなければならない。誰でも人を撃ち殺した者は必ず殺されなければならない。獣を撃ち殺した者は獣を持ってその獣を償わなければならない。もし人が隣人に傷を負わせるなら、その人は自分がしたように自分にされなければならない。すなわち、骨折には骨折、目には目、歯には歯を持って、人に傷を負わせたように、自分にもされなければならない。獣を撃ち殺した者は、それを償い、人を撃ち殺した者は、殺されなければならない。他国の者にも、この国に生まれた者にも、あなた方は、同一の掟を用いなければならない。私は、あなた方の神、主だからである。モーセがイスラエルの人々に向かい、あの呪い事を言った者を宿営の外に引き出し、石で撃て、と命じたので、イスラエルの人々は主がモーセに命じられたようにした。